ビアポンビアポンはテーブルの両端に置かれた水もしくはビールが入ったカップにピンポン玉をテーブルの両端から投げ入れ合う競技である。通常1チーム2人から4人で構成された2チームによって競われプラスチックカップ10個テーブルの両端に三角形に配置し競技される。カップには水もしくはビールがカップの4分の1程度満たされている。玉が カップに入った場合、入れられた側のチームはカップを規定の位置から外し、テーブルのサイドへどけていき、カップ数が決まった数になった時にカップをリフォームし、決まった形に整え、最後のカップラストカップの時は中央に配置、相手よりも早くすべてのカップにピンポン玉を投げ入れた、方が勝ちという基本ルールとなる。投げる順番は、ルールによって異なる。通常、 一人一球ずつ交互に投げていくという形で進められる。ビアポンは世界各地に広まりパーティーのテーブルゲームだけでなくスポーツとして競技されている。北米では年齢制限によって飲酒が禁止されている高校生間でも競技されている。飲酒は強制されていないので小さい子供から年配の人まで幅広く楽しめるスポーツである。ビアポンが生まれた当初から ルールには過失、修正が加えられており、国、州、また家庭によって異なるものが存在したが、2006年 BPONG.com が、ホザブプを開催、無数にある、ローカルルールを統一した、オフィシャルルール制定し、ビアポンを競技仕様に修正し、世界各地で人気なスポーツに変身した。ホザブプは、毎年の1月に、ラスベガスに開かれ、 世界各地から選手が集まり、高額賞金を争うレベルの高い大会である。2013年夏から、マスター・オブ・ビアポンも開かれ、賞金額が10万ドルになっている。世界各地に、ビアポン団体があり、ホザブプルールを基準にした大会が、世界各地で開かれ、優勝者をホザブプに送り込む団体もたくさんある。カナダやメキシコの近隣は、もちろん、ヨーロッパは、 アイランド、オーストリア、オランダ、イタリアから参戦チームも多く、アジアでは日本が3年連続参戦している。日本では2010年に国内での普及を目指して日本ビアポン協会が設立された。2012年6月には関東を拠点にビアポンを広める団体東京ビアポンクラブが設立。水曜ポンでしょう。というビアポンを広めるイベントを毎週水曜日に 東京都内で行い、定期的に公式大会も開催している。日本では、純粋に競技を楽しむ、その延長で大会に参加するプレイヤーが多くいる。国内大会のみならず、世界大会に挑戦する日本人選手もいる。ホザブプ世界大会では2009年から日本人選手が参戦。現在最上位の記録は2013年ホザブプ8に出場した。 東京スプラッシュキングスの96位。主に2種類に分けており、ホザブプ世界大会ルールとパーティールールに分けられ、ホザブプ世界大会ルールは、ビーポング。コムが定められたもの、更新時公式ホームページに記載され、競技をメインに作られたものである。入れられたカップのビールを飲み干す必要はない。パーティールールは、ローカルルールや、ハウスルールともいい。 パーティーを主催する家主やプレイヤー同士でルールを定める。特定した仕様がなく、競技よりもアルコールを楽しむ、要数が多く、入れられたカップのビールを飲み干さないといけないルールを、はじめ、ゲームに負けたら全裸でダンスなどの罰ゲームを設ける。飲んでは、咲ことが、目的のルールである。ホザブプを主催しているビーポング、コムが、 ホザブプルールに適用する商品を販売しており、専用テーブル、カップ、ボール、カップの位置を肯定するラックまで作られていて、世界中のプレイヤーがどこでも同じ環境でプレーすることができる。テーブルの両側に専用ラックを使って10個の水を、入ったカップを並べ、先行後行を決める。先行チームがまず1球投げ、以降各チーム1人1球ずつ交互に投げる。 二球連続で入った場合は、ボーナスショットとして、もう一球投げられる。入れられたカップは脇へ取り除けていき、カップ数が6個3個になった時にカップを三角形に整え、ラストカップの時は最高列中央に配置する。先にラストカップを入れた方が勝ちではなく、ラストカップを入れられた方のチームは反撃チャンスとして、成功し続ける限り何球でも投げられる。 一球でもミスしたら、そこでゲームオーバー。反撃側がラストカップまで連続成功させた場合は3カップずつの延長戦に突入する。延長戦は先にラストカップを入れたチームが先行で最初から2球投げられる。あとは勝負がつくまで3カップずつの延長戦が繰り返される。ただし先にラストカップの状態になって連続2球目に入れられた場合は、 反撃側も2球目まで投げることができる。または、お互いラストカップの状態になって、1球目外し、2球目入れられた場合は、反撃側も2球目まで投げることができる。性別関係なく1チーム2人の2対2、他に、男女混合の2対2、男女別の1対1、男子2人、女子1人で3対3も、ある通常、リアポンは2人、 一チームが二チーム集まり競技されるが、一人、一チームや二人、以上、一チームの構成で競技することも可能である。ゲームは、それぞれのチームが、カップが配置されたテーブルの両端に立ってから、開始される。競技は、通常卓球台、もしくは折りたたみ式テーブル上で行われるが、熱狂的競技者は、友人や来客との利用のために、 個人仕様のテーブルを作ることもある。一般的にテーブルは、ベニヤ板を、定型のサイズに合わせて加工して作られる。テーブルには、スポーツ、学校、同好会のシンボルをペイントした後、防水加工処理される。いくつかの企業がテーブルを販売しており、その中の数社は折りたたみ式のポータブルテーブルや、膨らませることができるテーブルを製造している。 平たい面の上であれば競技することができるため、ドアやダイニングテーブルで行われることもある。一番によく使われるのは、16オンスの使い捨てレッド色もしくはブルー色、プラスチックカップである。カップには溝がつけられており、注がれる、ビールの量を正確に測ることができる。各チームは、カップをテーブルの両端に正確な三角形に整え、三角形の 先端を相手チームに向けるよう調整する。通常各チーム6個、10個、もしくは15個のカップを利用し、ボールを洗浄するためのカップとして1個を使う。3 3トルもしくは4 0ト、mm、ルの卓球玉が通常利用される。一方のチームが最後のカップに投げ入れることに成功した場合、ハウスルールによるが、もう一方のチームが、 すべてのカップを次のターンで入れない限り、その入れられた側のチームの敗北となる。この入れられたチーム側の行為を召喚と呼ぶ。ショットの軌道投げ方によって異なるショットの軌道、ビアポンには、アーチ、ファーストボール、バウンドショット、という三つの投げ方がある。最も一般的な投げ方は、アーチショットである。親指と人差し指でピンポン玉を持ち、肘にある。 一定の角度をつけ、ボールを上に向ける。そして、柔らかく、肘を使い、上腕をテーブルに平行にしたまま投げるファーストボールを、利用する競技者も存在する。目標とするカップに対し、速いモーションでボールを投げる。ボールは一直線に、カップに投げるバウンドショットはボールをカップめがけて、テーブルにバウンドさせる投げ方である。アルコールを飲んで楽しむ人は、 数ゲームのうちに大量のビールを消費するため安価なペールビールかアルコール度数3.2%から5%のライトビールが好まれる。アメリカでは学内でのアルコール摂取が禁止されている大学では飲酒しない人はビールを使わなくても良いとしている。その場合、ルートビールのようにソフトドリンクか水で競技することもでき、そのカップを飲まなくても良いが別カップに ビールは用意されているもある。日本ではビアポンを健全なスポーツとして強制飲酒と一気飲みをなくすために2013年度より東京ビアポンクラブが主催する公式大会、地区予選、ミニトーナメント、ビアポン体験会などでは試合中のビール呼びお酒の提供を取りやめている。この競技はパドルを使ったビアポンから発生したものである。期限は 1950年代、60年代のダートマス大学内同好会の飲酒文化にあると言われている。ビアポン誕生当初は卓球に告示しており、卓球そのものに両端に配置した1個、もしくは2個のカップにボールを入れるという要素が加わったものであった。その後、 パドルを使わずに行う競技が誕生し、1980年代アメリカで、ビアポンとベイルートという競技名が付けられた。ベイルートとビアポンは、同義語であり、パドルを使わないビアポンを意味する競技名として使われている。地域によっては、ビアポンをパドル付きの競技、ベイルートをパドルなしの競技として利用されている。しかし、カレッジヒューマーの調査は、 ベイルートよりもビアポンの方がパドルなしの競技として共通的に使われている競技名であることを示している。ベイルートという競技名の起源については論争がある。2004年に発行されたプリンストン大学の学生誌デイリー・プリンストニアンの署名記事ではレバノンの首都であるベイルートが多くの戦いの場となったレバノン内戦発生時にバックネル大学もしくは リーハイ大学で名付けられたとしている。他の説は、リーハイ大学の同好会メンバーが、すべてのパドルを壊してしまった後に、始めた競技だとしている。リーハイ大学のライバル校である、ラファイエット大学の数名の学生は、近代のパドルを使わないビアポンは、ラファイエット大学で開発されたと主張しているが、同大学の学生新聞は、その主張には、証拠がないとしている。 ウォールストリートジャーナル、タイムや、その他のメディアは、ビアポン道具の販売ビジネスが増加してきていると、報道しているは、何人かのビアポン競技者にスポットを当てた、ドキュメンタリーで、ホザブプツーのために準備していき、最後は、お互いに2万ドルの賞金をかけて戦うというもの。ディレクターは、ダンリンで、2008年6月13日に開かれた、シネベガスフィルム祭りで、 最優秀賞を獲得した。ホザブプ V はさらにメディアの注目を集め、マキシムマガジンのライター、ESPN マガジン関係者の出席、そして1月8日のザ・ジェイレの賞では特番が組まれた。2010年1月11日に放映された G4 ・ S アタック・オブ・ザ・ショーでも特番が組まれた。AP 通信はビアポンやその他飲み会でのゲームを 大学生の死の原因として引用している。タイムマガジンは、ビアポンの普及についての記事と動画を、自社のウェブサイトに載せた。どちらも、競技者が、ビアポンは、ビリヤードやダーツと同じようにスポーツであり、ゲームではないと主張するものであった。リック・レイリーは、ESPN マガジンに、ホザブプ4の特集記事を載せた。ビアポンは、レートナイト・ウィズ・ジミー・ファロンでも取り上げられ、 ファロンがゲストであるベティ・ホワイト、セリーナ・ウィリアムス、アンナ・クルニコワ、シャーリーイズ・セロン、そしてジェシカ・アルバと競技をしているところが放映された。コルベア・レポーでも特集が組まれた。イン・ロード・トリップ・ビアポンはビアポンに焦点が絞られた映画であった。映画が撮られたアンガス・スコット大学は学生からの苦情があったため映画の制作者、出演者、協力者、 資料提供者等のリストへの大学名の提示を拒んだ。エピソード2では、2つの同好会館のビアポンが取り上げられた。2009年8月29日に、クロニコルブックスは200ページにわたり、ビアポンを紹介する、ザ・ブック・オブ・ビアポンを出版した。バドポンとは、企業ブランド化されたバージョンのビアポンで、アンハイザーブッシュ社が、バドアイザー等のビール類ではなく、 水を飲むゲームだと主張するものである。2005年夏、アンハイザーブッシュ社が反則品である、バドポンセットを卸業者に対して展開し始めた。ニューヨークタイムズは、消費者市場担当副社長、フランシス・ワイカッツが、プロモーションはバーで行われており、大学のキャンパスで行われてはいないため、バドポンは未成年者の飲酒を助長するものではないとの、コメントを記載している。 さらにカッツはそこで、バドポンは、インを助長するものでなく、オフィシャルルールではビールではなく、水での競技としていると言及している。ニューヨークタイムズは、クレムソン大学付近に位置するいくつかのバドポン企画に、関わったクラブの店員のコメントを載せている。水で競技しているところは見たことがなく、通常通り、ビールでビアポンが行われていた。 2008年7月、JV ゲームズ社がダウンロード可能な WeWear 向けタイトルとして、フラットパーティーゲームズビアポンをリリースした。その後、保護者や大学関係筋からの苦情が多く、フラットパーティーゲームズポントスとしてタイトル名を変更し、アルコールに関連する表現は取り除かれた。ありがとうございます。